はい、来た。ね、ボトムスレスレ、ボトムスレスレ、おう。違う、色、俺ずっと今緑赤で着とるもんで、でボトムついたらほぼボトムぐらいでやってみて、ちょっと、うん、ついたよね。で船が揺れるとさ、あの当たってなるじゃんね、そのギリギリぐらいのところで、うん、で船の揺れかもしれんけど、なんか竿先がこうなったりこうなったりしたらピュッて、うん、開けてみて、ほら来た、来たでしょ今。来ましたね、うん、え、今来てない？来てないです。外れちゃった？外れました。あ、なんだ、外れたのか。3メートルぐらいのところで反動がすごいある。あ、いか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 。止まってますね。ちょっと変えてみて、上の方。それじゃ釣れんもんで。例えばさ、ちょっと冒険だけどさ、これグラゾノっていうやつかな、ヤリイカには強いはず。そういうのが、ちなみに35メートルぐらいのところに反応割れとるよ、魚探の。それぞれちょっと違うからさ、あのカウンターが若干ズレがあるから、下から多分 2,3 メートルのところ、
子供から1メートルぐらい。37とか。うん、もう僕のやつで37、8だけど、下について本当に1メートルぐらい上げて、でもう5メートル以上上に上げても釣れないから、来たぞプラゾノで。じゃあ来ました。この今のプラゾノで来たぞ。当たり？うん、もう本当にで竿が こんな感じになる。だからもうちょっとでも動いたと思ったら、うん、こうやってピッて上げて、上げたら止めてあそこで一回。で、あのロングフォールっていうの、うん、ゆっくりこうやって。そうすると竿がピュッて上がるかもしれんもん。そしたらまた合わせる。テンションホール、当たりを取りに行くためにはもう 今のみたいなのでもピッと上げてみるのがいい。で、当たってるのは本当にボトムから2メートルぐらいのところ。で、竿先見ながらちょっとでも竿が上がったらもう一回引っ張ってみる。巻いておいて、もう最後まで。テンション抜いたら外れちゃうから、こう一定の速度でずっと最後まで。もう来たじゃん。
これ入れる。次のやつはこれ入れる。もう焼けたこれ。ほら、プシャーってたの。ピシャって言わんくなっちゃった。